っしゃ。吉野さん、今日はマックスチャレンジ、マックスタイチャレンジ180ね。もう肩怪我してから ね、はい、肩痛めてからまた長いトンネル。言い訳やめてくれ、はい、言い訳やめろ。ちょっとぐらい喋らせてほしいな。今日はもうね、黙っていきますか、うん、黙ってあげます。あげれるか不安でスリスリしてます。あ、ボールですか。大胸筋のリリースですか。イエス、小胸筋をほぐしています。あということがよくあるので気をつけてください、はい、場所が悪いんじゃねえかなと思う。まあ俺だけか。ケーブルとケーブルのやっぱりね、これがね、ジャストポジション。みんなやっときゃこれぐらいのやっぱ長さが必要。インナーが長いわ、もうこれはちょっと長いですね。液体はね、やっぱ必要なんですよね。せっかくね、このレジスタンスチューブあるので、やっぱバーサリミットには、まあ確かにね、このアメリカンバーベルのね。何やってるんですか。これはもうベンチプレスのマジで要となるウォーミングアップです。あ、そうなんだ、はい。俺はでもちょっと、これはちょっといいかな。We are champion。 さっきのストレッチでバーの時点でしっかりとアーチが組めるところまで柔軟性を高めてますね。まあ、よくウッシーのね、こう可動域が短いって言われるんですけど、別にそんなに短くはないですよね、実は。ただ体の使い方がうまいんで、そう見えるだけっていう。ういキロでも100キロとかと変わらないスピードで下ろしております。イエスイエス、アップの極意ですね、うん。おい、この A7 の赤かっこいいね。これめちゃくちゃいいですよね。アーノルド100キロよっ、ぶちかわせい。120kg120 ってね、普通に考えたらね、めちゃめちゃ重い重量なんですけどね。まだノーリストです。軽い。次は足取る。イエス。吉山さんの押してる足の、ね、ちょっとね、独特な感情で、いかにね、足を使うかっていうのをテーマにしてますんで、ちょっと次、足をメインで取らせてもらいます。お願いします。こうね。わざわざスーッとずれて、で、押しがすごいんですよ。食います。ちょっとずつ足がずれてる。もうちょい欲しいね。もうちょい欲しい。もうちょい足に依存したい。足に依存というか、足から繰り出されるこの胸の立ちがもうちょい欲しい。なるほど。この脅しの時の迎え、やっぱ今ね、ダメですね。まださ、あ160キロ、よいしょ、行こう行こう。よっしゃ、はい。軽いね。軽山さんじゃないですか。どうなの体感今のは。いや、でももうちょいね、僕の中では下ろしのやっぱ欲しい。あ、今のもそうなの。ごめんなさい。ベンチプレス170キロ上げる。お願いします。よっしゃ。
どうも。どうですか80は。めちゃめちゃいいメトルしてます。180キロの。頼むよ。よし、頼むよ。こうやってバーストミッドでサイドに入ってくれるんです。じゃあ絶対あげよう。リアル、リアル、リアル、うん、やらせじゃないか。まあでもいい試技でした。次あげましょう。